もぐもぐしてた。ごめん。寝坊した。ねえ、また寝坊しちゃったよ。今日は、私の会社の人たちで、キャンプ仲間みたいな人たちがいるんですけど、その人たちと一緒に、御殿場の方のキャンプ場で、キャンプをする予定です。チャーがついてきてくれた。お、美濃坊じゃん。おい、人の話聞けよ。あれあれ。動画の配信中なんだよ、ないもん。なんか本当は富士山とかも見える感じのキャンプ場らしいんだけど、あいにくの曇りなので、あんまり富士山は期待せずに、なんか楽しくキャンプできたらいいかなと。ね、渋滞が早速すごいんだけど、ちょっと一旦下道に逃げてますね。ね、気をつけていきたいと思います。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。めっちゃ天気いい。暑さすごいな。暑いね。暑いね。結構風通りよくして全メッシュにしてやったら割と涼しいよね。ね。酒が飲みたい。いやー、昼食べたいな。はい、お疲れーす。うま、せっかいちうまい、うん。広いね。こんな広いのにさ、10組ぐらいしかいなくない？めっちゃいいね。穴場だね。ここが水場ね。食器以外ちょっと洗えない。飲料できませんよっていう感じのだから、チェックインした時にさ、1人2リットルのペットボトル1本もらえるんだよね。すごいよね。2リットルだったら十分だもんね。もうね、配給制みたいな。配給制すごい綺麗に管理されてて、私たちもちゃんと綺麗に使わないとと思わされるから、うん、ここがお手洗いです。あ、こういうの使ってね。ここの他に第1、第2もあって、うん、林間チェックなサイトもあったよね、うん、あっちも良かったね。あっちも良かったんだけど、ちょっと人がね、多かったよね、うん、今日はグルキャンなので、うん、こっち側に、はい、来たんだけど、でも全然サイト同士の間も広くていいとこを紹介してもらいました。涼しいね、今24度ぐらいだもん、体感家より涼しいのよ。
うわいい感じだ。素晴らしい。なんか前回に引き続き成功してません？ね、めっちゃいい香り。これ1本ずついくか。ありがとうございます。ちょっともらおうもらおう、もらおうもらおう、ありがとうございます。やばい、夏の風物詩もらっちゃったよ。彩りがね、急になんかこう茶色まみれの食卓に彩りがいや前回ベーコンやってないよね。やってないね。うまいね。なんか味がこう濃縮されるね。うんうん、そして酒を飲む。流れるように抜くっていうね。サザエでございます。ああ、私もサザエさんもサザエ。そうだよ。マジで、うん、いいね。あのエキスがうますぎる。あー、汁やばい。いいね。昨日はね、ちょうど煮出せるね。つまみがね、いいね。すごい。うわぁ、プリプリなんだけど。うん、うん、美味しい。うん、うまっ。ね、これ確かに酒を飲みましょう。こうして選んで酒を飲みましょう。酒を飲みましょう。